デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、曲評判定でございます。おーす。お願いします。さあ、ライブどうでしたか、今日。今日は、天井が高くて、フロアが広くて、音が良くてやりやすかったです。そうね、なんか、本当に、大きい箱って音がやっぱいいよなと思いました。多分、こんなでかいところではなかなかね、初めてですね、あるんで、すごい楽しかったし、動き回り放題って感じで、そうね、よかったです。もっと動きたらよかった。そうね。まあ、まま登っちゃえばよかった。いやだってなんか、落っこちたら骨折とかしたくないし。そうね。うん。怖いな。ちょっと怒られるかもしれない。そう、怒られたくないから、やっぱり。まあ、でも本当楽しく演奏させていただいたんで、お客さんも楽しんでくれてたら、ありがたいですね。ちょっとトークテーマの方をいただいておりまして、はい、2024年のね、新年の目標、新年とかね、いただいてる、ね、今年の目標をいただいてるんですけども、何かありますか？何かありますか？ないな。楽しくやります。ね、まあそうそう、楽しく。一生懸命やるだけです。うん、曲作ったら出すし、うん、ライブあるならめっちゃ頑張って、うん、5分のステージでもすごい頑張るし、うん、2時間とかあったら困っちゃうけど、そうね、でも頑張ります。なんか淡々と今ある、ね、やってることをそのまま続けていきたいですね、なんか頑張ってね。もう一回今年ね、デュオに呼ばれるように。ああ、それはちょっと、ね、デュオ出たいです ね, ですね。また出たいです、また出してもらうように頑張っていきましょう、ね。誰か上の人見てたら、また呼んでください。お願いします。なんか告知ありますかね。はい、3月9日、ちょっと先なんだけど、もう一回言うか。3月9日、下北沢近道で、うんタイトル未定だけど自主企画やります。でちょっとライブハウスに無理言ってフロアライブにしました、うんね、ワンマンライブフロアライブでやってすげえ楽しかったからもう一回やるんだけど、ワンマンライブ来れなかった人も、まあ、最近曲となって知った人も楽しんでやるのでぜひ来てください。お願いします。お願いします。ではありがとうございました。曲とハンデでした。どうもです。